いや良しとはしないですよね、そういうに考えたら。まあそうですね、ただ曲がたくさんあった方が、はい、大谷さんの大きな失点っていうのはね、例えば3000、6000のおやっかぶりとか、っていう風に考える方法もあるんですけどね。あ、ただそもそもね、この辺は泣かれそうだとか、この辺なら大丈夫っていうのは、まあ、ある程度根拠はあったとしても確信はないですよね。そうですよね、まあ、ただね、残り1巡だったんで、はい、丁寧に打ってはあったんですけどね。なるほど。これ秋さんすごい手なんですけど、寄せるかどうかですよね。宮内さんは何の統一落とし、ちょっとこの曲は受けなのかな。魚谷さんはドラドラなんですよね。はい、ドラはシャアです。どうするんですかね。チートイツもあるな、さん。宮内さんはちょっとこの曲はやめるのかな。序盤の切り方を見るとそんな雰囲気ですか。いろんな方法があったと思うんですけどね。お、これは一旦両面決めといて、ピンズに渡る打ち筋ですかね。はい、ああいう二階堂みたいな形はもうマンズでメンツができちゃったら、もうそれは生かすっていうことですか。まあ両面にしておかないでっていう方法もあるんですけどね。3番の方切っといて、はい、もう決めないでチートイツか色かみたいな形もあるんですけど、ね、本当にもう本一大好きの例えば佐々木久人みたいなプレイヤーは未練を断ち切るようなマンズの切り方するんでしょ。まあ、3番から切るとかですよ ね、はい、はい。僕も3番切りそうなんですけど。そうですか、はい。まあ、ただでもね、これ見た目よりね、アキさんの形って、そんなにいい形の並びではないんですよね。一通とか見えそうなんですけど、カンパーピンペン3ピンとかね、結構急所があるので、いや嬉しいですね、ローピンは。はい、はい。かといってこの順目でカンパーピンとか簡単に仕掛けてはいけないんですか、二階堂は。いや、仕掛ける手もありますよね。そうですか。パーピンと3ピンは仕掛けてもいいと思いますけど、はい、あとリャンピンとかもいいかもしれないですね。リャンピンのチー、リャンピン、あ、チーですね、はい、はい。まあ、ただ今ハズが重なったんでね、ちょっと形は違うんですけど、このハズが出るスルーじゃないですか。ほうほう。そしてピンズ、どうしますかね。ハズ切る手もありますし、あ、綺麗、あの受けの広い方に取りましたね。あ、ペン3ピンですね。ペン3ピン転敗。3ピンは2枚使われていて、川にはゼロ。まあシャンポンに変化もあるし、両平行変化もありますよね。 E ピンと G ピンは両平行。はは、ヤンペイコ好きなんですぐ追っちゃうんですよね。いやー、すぐそこに目が行ったんですね、はい、すぐ行っちゃうんですね。難易度はかなり高そうなんですが、まあ、ただ1枚で変化なん で、まあ そ, うですね、そんなに難しくはないんですけどね、まあ、上がる方が早いよって思う人もいるかとは思うんですけど。でもヤンペイコ決まれば面前本一でもう跳ねまんですか。そうですね、はい。まあ、またあとハズがねアンコになってからっていうような変化もありますね、はい。ただね、こういう勝負って、まあ、3ピンはね、あの皆さんから放たれる牌じゃないんですけど、まあ、ひょっこりね大谷さんから出るみたいなことも当然ありえますからね。で、二階堂はこれ2枚目の流派もスルーしたんですね、はい。ポンして3球よりは、現状の5200からの両平行のね、はうわー、カンチーピンのリーチですよ。そしてこの3ピンを引き入れて、カンチーピンはなんと2枚いるのかな。2枚いるんですね、カンチーピン。ドラドラですけどね。わ、なんか大谷さん引いちゃうような気がしますよね、これを。ですか、うん。
アキさんは GP割安平行に渡れますんで、しかも E ピン切れますんでね、まあこの G ピンの行方ですよね。ボタンにつもあと1回、まあ変化取れますね。どうしますか、サブロー9ピンか、振り手なんですね、リャンピン切ってサブロー9ピンは。そうか、まあそうですね、この順目で9ピンが3枚か、9ピン高めの1通なんで、あ、高めに取りましたね。はははは、い、アキさんは、あ、9ピンなくなった、うん、ね、背底なんでね、多い方取りましたね。ただローピンいるのかな、あ、ローピンもないんだ、これなかったんですね。あ、いた、積もった、うわー、いやー、もう強い、鈴木プロの言う通り、うん、積もる気がした。本当ですか、うん、いやー、カンチーピンです、言っちゃいましたね、積もる気がしたってね。どうしてそういう気配はその通りになるんでしょう、ね、不思議ですね、麻雀ってね、はい。